関東大会優勝を目指して頑張ろう。まず行くまでにはどういう過程なんですか。関東大会の目標を言ってください。自分はミスをしたり仲間にカバーされていることが多いので、関東大会では自分からボールをもらったりして、で全国大会に向けてもいろいろとできるようにして優勝したい。これから練習をしっかりして練習の成果を発揮できるようにしたいです。チームの目標は日本一だから、関東大会でも優勝したいです。優勝を期待してますので、ぜひ朗報をお届けください。水戸を神奈川県に行って PR してください。皆さんが勝てば勝つほど水戸の PR にもなりますから。日本一目指してるから、関東大会で今みんなができることを精一杯やって優勝して、全国大会で優勝できるように頑張ります。皆さんが一丸となって頑張っていただくことを期待しています。バスケットボール戦いながら水戸の宣伝もしていただければと思います。せーの、じゃあニコッと、はい、いきます、はい。